願いします。みんなトントン、ここがバーンと降りてきた瞬間にもう、どころで当たってる、当たってるんだよな。で降りるんだけど、多分タイムラグが出てるだけだから、僕の方でもちょっとじゃあ早くしよう。はい、外から見ててさ、わざと顎上げて上向いてんねんな。ほんま下向いてる方が歌いやすいんだけどさ、絵的にはやっぱりちょっと上向いた方が綺麗。あーあーってやるとちょっとやっぱ喉が上がってくんねん。本当の意味を見失っていたんだね。ここぐらいで一回息を止めていってみようかな。こう下からここで。はい、では皆さん今日もよろしくお願いします。はい、行きましょう。行くよ。ウィーハー。行くよ。夜公演もよろしくお願いします。よろしくお願いします。おさきです。お疲れです。行きたい。死んでるやん、ダーサー。体力が心配やわ。よろしくお願いします。耳がこう疲れてきたりとかで、3日
ヶ月すごい良かったからそのままでいいよって言ってんけど、うん、やっぱ違って聞こえない。やっぱ1週間耳を休ませてるから多分こう聞こえ方がね多分ちょっと違うかなって。待って、でもにしてもなんか私が先生いい歌が歌えへんかったから、でも最初から最後までつかめへんかったんか。声がかすれない声って、そういう意味では、まあ、今回すごい自分なりにはすごく努力をした、ツアーだったなと思っています。そこらのやつと一緒に死ねる Baby、
できた。え、どう思う？ああ、もうすいません、次頑張ります、よろしくお願いします。はい、だからあまり自分をご自分で追い詰めすぎないね。はい、わかりました、すいません、ありがとうございました。はい、人がどう向けてもな、自分へと生きたか。一番近くにいる大切な家族であったり友達であったり、そういう人にやっぱり私はその人たちの言葉を大事に心に持って、私はこんなに頑張ってるんだって自分を肯定することもすごい大事だと思います。他にもすごいアーティストいっぱいいると思うんですよ。だけど私自身を選んで今日足を運んでくれたみんなのことを思うと、私は今日ここにいるみんなには選ばれたんだなと。そういう意味では自分が選ばなきゃいけないシーンってたくさんあると思うんですけど、人間、選ばれる人間になればもっともっと大きい夢をつかめるのかなと思いました。これからもですね、少しでも皆さんの背中を押せるようなそんな楽曲をこれからも歌っていけたらなと思っております。マイクラフォン掲げて踊る。